海外では日本犬がとても人気のようですが、中でも秋田犬は特に人気の犬種のようです。その秋田犬を最初にアメリカに持ち込んだのは、実はヘレン・ケラーだったとのことを私は今日初めて知りました。皆さんこんにちは、日野本真子です。今回は、奇跡の人、ヘレン・ケラーは秋田犬の愛好家だった、の話題です。秋田犬、神風。秋田犬は、もふもふの毛並みや愛くるしい表情、そして佇まいが美しい日本を代表する大型犬です。そんな秋田犬を初めてアメリカに持ち込んだのがヘレン・ケラーとのことです。ヘレン・ケラーが来日したのは1937年。その時にヘレン・ケラーは秋田に来たからにはどうしても秋田犬を連れて帰りたいと言い出し、同行者を困惑させたそうです。というのも、忠犬ハチ公のエピソードに感動したためのようで、来日する前から秋田犬を飼いたいと願っており、どうしても秋田犬が欲しいとダダをこねたのだそうです。そして、そのことを知った秋田警察署の巡査が、秋田犬、神風をプレゼントしたとのことでした。このようにして、1937年4月、一匹の秋田犬が初めて海を渡り、ヘレン・ケラーの家へと旅立ったとのことです。でも、渡米2ヶ月ほどで、神風は、ジステンバーのため、息を引き取ってしまいました。でも2年後、また秋田から兄弟犬が送られ、ヘレン・ケラーのパートナーになったとのことです。この話題に、海外から様々なコメントが寄せられました。その一部をご紹介しますので、ご覧ください。海外の反応。素晴らしい。どうやってこのことを知ったの？なんて名前をつけただって？神風だよ。第二次世界大戦の特攻攻撃。神風号って縁起のいい名前だね。犬がどう亡くなったか知りたくない。神風号？自爆しろと？日本がアメリカに神風を持ち込んだのは、それが初めてではない。1941年、真珠湾。真珠湾では神風攻撃は行われていない。あれは終戦間近のやけくそ。彼女はあらゆる面で完璧だった。秋田犬は美しい。見た目がいいだけじゃなく頭もいいんだよね。秋田犬ってめちゃくちゃ攻撃的じゃないのか？どうして秋田犬をプレゼントしたの？愛さずにはいられない可愛さだよね。真面目な質問。彼女はどうやって犬とコミュニケーションを取ったの？いい質問だね。彼女は人間とは相手の唇に触れることでコミュニケーションを取ることができた。秋田犬はゴージャスだよね。いつか秋田犬を飼う予定だよ。絶対にね。秋田犬を飼ってるよ。愛らしいし、一緒にじゃれ合うのが楽しいんだよ。世界で最も美しい犬種だよ。僕も白い秋田犬を飼ってるけど、ほんと素晴らしいんだ。秋田犬が死ぬほど欲しい。魅力的なワンちゃん。私も秋田犬を飼ってるけど、私の一番の友達なんだ。つまりアメリカの秋田犬はすべて直系の子孫なのか？以上が海外の反応です。あのヘレン・ケラーが秋田犬の愛犬家とは驚きました。その他調べてみると、秋田犬を飼っていた有名人では、アラン・ドロンやスティービー・ワンダーも飼っていたようです。最近ではフィギュアスケートのロシアのザギトワ選手のマサルや、プーチン大統領の
夢が有名ですね。海外でも日本犬は大活躍ですね。皆さんもご意見や感想がございましたら、ぜひコメント欄お願いします。よかったら高評価ボタンよろしくお願いいたします。お待ちしてます。最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。ではまたお会いしましょう。日本っていいね。